ちょっと喉が枯れ気味、ごめんなさい。こんばんは。お、いるぞ今日は。ぬいぬいが。パンちゃんがいる。ちょっと待って。いや。あー、以上コメント読みます。こんばんは、笑顔のなさいてありがとうございます。そう、久しぶりになっちゃったの。そう、あのね、7月後半ぐらいからあ、ちょっともうね、本当に余裕がなくて、生活してるだけで全然配信できなくて、1月最後に1回やりたかったんだけど結局無理で、そう、すっごい久しぶりになっちゃったんです。ごめんなさい。こんばんは、今日のぬいぬいパンちゃんです。確か上野動物園出身の子。はじめまして、ありがとうございます。初めて来てくださって、ですね、フォロワーさん3000人を目指してます。本当は7月中に行きたかったんだけど、私が配信できなくて2977人かな、あと23人だったので、今日中に行けたら嬉しいななんて思ったりしてるけど、本当はね、もうちょい早い時間からやって長めにやりたかったんだけど、ショールームをずっとやってないから、やってない間にアプリを消してインストールし直したら、今日めちゃめちゃ時間かかっちゃって全然早くにできなかった。本当はお昼にもやろうと思ったけど、全然インストールできなくて、諦めて夜になっても全然できなくて苦戦しました。やっと入ったメガの話してありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、余計な、ちょっとよし。こんばんは、ちら元気ですよ、久しぶりです。こんばんは、コンサートお疲れ様。こちらこそ、皆さんどうでした、見てくださったかな。今日のぬいぬいパンちゃん、こんばんは、笑顔の話されてありがとうございます。コンサート本当にありがとうございました。泣いちゃったわーい、やった、笑顔の話されてありがとうございます。お久しぶりです。こんばんは、夏子見つけた、嬉しい。そう、話したいことたくさんありすぎて、ちょっとね、7月後半からいろんなことがあったのに配信ができなかったから、話すことが溜まってて、でもエサコエサさんの話はギリギリした気がするんだよね。だから、あの際別にのこと、まず8月2日にリリースになりました NGT48 と9枚目のシングルの、あの別のお話も全くしてないじゃん。 MV 解禁されてから、2日に解禁されたから、それの話もしてない。普通にリリースされたこともまだ話してない。コンサートのことも話してない。リカさんの卒業コンサートの方も話してない。溜まってるので、たくさんお話ししたいなと思っております。ナイポーズ、こんばんは、コンサートご苦労様、ありがとうございます。ナイポーズ、ぬいぬいちゃん、パンちゃんです。こんばんは、かわいい、優しい、笑顔の話してありがとうございます。コンサート楽しかった、嬉しい嬉しい。ヒルコン黄色い日本とうちは持っていたん、え、そうなの。あのね、めっちゃね、その特に昼のコンサートはたくさん黄色黄色のペンライトとか、私のうちを持ってくださってる方の見つけられたし、そう、うちはペンライトとかが、そう、見つけられてすごい嬉しかったし、見つけるたびに嬉しくて、そのまあ振りとかがね、あるところとかはできないんだけど、フリーなところとか煽りのところは基本的にもう見つけたんだ、超送ってたんだけど、レスを叩いてたかな。こんばんは、お疲れ様です。今日もお疲れ様です。来てくださってありがとうございます。ちょっとコメントが溜まっちゃうので
ちょっと飛ばしながら行きます。ごめんなさい。久しぶりでも可愛い、優しい。そんなことはないよ。ニカさん卒業コンサート近くで見れて嬉しかった。あ、確かにあのね、私のファンの方結構いい席の方多かった気がする。昼も夜も。まあ、でも全然2階席だったりとかでもすごいたくさん黄色を見つけられたし、全然2階席でも見つけられたんだけど、普通にいい席の方も多かった気がする。2列目とか3列目とか。こんばんは、花井ポーズ。コンサートお疲れ様、ありがとうございます。そう、待って、そっか、オフラインおしゃべり会もあって、それの話もしてないのか。あらあら、7月、そっか、29にあったよね。あ、それ以降配信してないな、私。ちょっとね、できなかった、さすがに。そうだよね、してないな。できてないわ。おしゃべり会もありがとうございました。こんばんは。前髪いい感じ。いや、でもね、ちょっと櫛が行方不明で、ちょっとあんまり溶かせれてないんだけど。こんばんは、ぜひ皆さん。あ、 T シャツ申し込んだ、嬉しい。そう、そのね、生誕グッズが今日の昼までだったから、それを昼に配信でも告知をしたかったんだけど、そう、全然インストールできなくて諦めちゃったそう、コンサートの話もそうだし、生誕グッズの話もそう、あんまりできてないのか。自信ついたかな。どう皆さんに見えてたかわからないけど、もちろん前というか、なんか少しは成長できてるなって感じる部分もなくはないけど、それよりもなんかまだまだだなって感じる部分の方が大半だったかな、私的には。でもその、そう、少しは成長できたかなって思う部分って言っても、別にダンスの技術がとかそういうお話ではなく、そう、なんか煽りの部分とかでもたくさん見つけてレッスンをくれたりとか、前はもっとそう、本当に手一杯、ダンスで一杯で、今でも全然なんだけど、前の方がもっと手一杯で、全然フリーなのに、全然こう皆さんのことをそんなに見れてなかったりとか。だからそうだね、そう、まだまだです、ちょっと頑張ります。久しぶりに笑顔なの見れました、嬉しい。こんばんは。最初気になるメンバー、最近ってこと？気になるメンバー増えすぎ。4期生今月中に決まっ、そっか、8月28、29ぐらいだった気がする、決まるの。え、入ってくるのいつぐらいなんだろう、11月ぐらいかな。うちら3期の時は4月の真ん中ぐらいに決まって、で6月1日に写真だけ出た、一応お披露目になるんだったら写真だけでも出たのが1ヶ月半後、そしたら10月半分とか。でも6月ちゃんと活動をし始めたのは7月ぐらいだったから、11月とかからは本格的に始まるのかな。お披露目が7月の終わりぐらいだった気がするから、
4月3期の時は3ヶ月ちょっとだったから、12月ぐらいなのかな、全然わかんないけど、あの3期基準だよ全然、あの4期どうなってるか全然わかんないけど、3期の時はそうだったよってだけだけど、本当に流れちゃうんだから。今年の目標5000人、もうそんなこと言わずにもっともっと目指します。ん？でも待って、今2977か。あーでもそっか、確かに5000人ぐらいかな、ちょうどいい、ちょっとあのなんていうの、上目のちゃんと目標だと5000人ぐらいか。5000人行きたいな。こんばんは、笑顔のなさいてありがとうございます。無理せんでよ、すいません。いやでもね、スマホのメモリ問題そう深刻なんだけど、でもあのちゃんとねショールームインストールするのに70点何ギガ必要ってなってて、空き容量が800いくらとかあるの、890何ギガとかあるのに70ギガを入れるのにそれじゃ無理ですみたいな、なんなんだろう、そのね、そのなんか多分めちゃめちゃ余裕を持たないと入らないっぽくて、そうね、花江が一番大好き、嬉しい、嬉しい、やった、今日もお疲れ様です、笑顔の話してありがとうございます。こんばんは、現地で見ました、どうでした、コンサート楽しかった、嬉しい、花江ちゃんの写真撮りました。あ、そう、今回ね初めてだったのかな、亀戸籍があったので、昼も夜もぜひ亀戸籍で写真を撮った方で、私の写真を撮ってくださった方とか、他の方を撮ったけどちょっと私も写ってるよっていう写真があったら、ぜひハッシュタグを北花江をつけてツイッターでつぶやいてくだされば探すので、ぜひあげてください。配信で見て嬉しい。そう、あのね、配信もニコ生さんでしていただけたので、まだ見れるのかな多分。そうだから、ぜひ、まだ見てないよ、見れなかったよ、お仕事だったよって方はぜひ見てほしいですし、現地で見られた方も配信だとね、またねリカさんが結構アップになってたりとか、配信は配信の良さがあると思うので、ぜひ見ていただきたいですね。元気ですか？元気ですよ。卒業コンサートだけ見に行った。でも本当にめちゃめちゃ本当に素敵なコンサートでしたね。本当にもうなんか素晴らしかった。なんか出る側としての意見じゃなくて、普通に旗から見た感じになっちゃうんだけど、素敵なリカさんの卒業コンサートでした。かかとが素敵でした？かかとを鳴らせってこと？どういうこと？違う？違うかな？自然渋滞見たかった。自然渋滞？そう。どうしよう、もうどこから話そう。話すことたくさんあるんですけど、自然渋滞私は初めて踊りましたね。でも結構、踊ってて楽しい曲だった。うん。そうだね。コンサートでレスたくさんありがとう。よかった、気づいてくれてて、めっちゃ送ったからよかった。嬉しい。でもね、そうね、めっちゃ見つけられたんですよ、黄色。嬉しかったです、すごい。はじめまして、はじめましてじゃない気がする、可愛すぎ、優しい。あのね、でもね、全然顔の状態は良くないけど、なんかちょっと疲れすぎてたんだと思うんだけど、夜ももちろん寝るし、昼間にも何回も何回も寝ちゃって、昨日も今日もだからむくみまくるってるし、あんまり顔の状態良くない。夏コンで初めて見つけました、嬉しい。そう、結構ね、
見つけていただきにくい立ち位置になってしまうことが多かったから、見つけられてるかなとか、来てくださってても私のことあんま見えてないかなって思ってたので、嬉しいです、見つけてくださってて。そこ配信で見た。こんばんは、花井ポーズ、お久しぶりで嬉しい。そう、久しぶりでごめんなさい。ちょっと待って、コメント溜まりすぎちゃう、ごめんなさい。ちょっとね、お名前サイリーのお写真2枚申し込んだ、ありがとうございます。待って、見ました、あのツイートしっかりチェックしてるから。そう、今回それもね、タイプ A と B とかで、なんか生写真、そう、今ね、直筆で私たちがその皆さんのお名前プラスサインを書いて、あとコメントも入れて、入れた生写真が入ったあの別、あのサイヤ別にの申し込みが、申し込み受付中なんですけど、タイプ A と B でちょっと柄が違うらしくてですね、今回。そうなので、ぜひあのチェックしてみてください。そう、でも個別ジャケットカードの方も選べます。これね、どっちか選べるみたいです。私が一枚一枚直筆で書かせていただきます。そう、あのなんだっけ、渡り鳥の時だっけ、そう、渡り鳥の時もか言ったんだけど、あのお名前が、あのその本名の本名になっちゃうので、皆さん結構ほとんどの方はなんて言うんですか、あだ名というかをメールの返信とか SNS とかショールームで扱われてると思うので、一致させたいので、その全然教えたくないんだよそんなのって言う方はいいんだけど、あの教えてもいいよとか言う方を教えていただけると、そのメッセージも書けるし、あ、この方だ、いつもの方だとかわかるので、もしよかったら返信メールで送ってくださると嬉しいです。嫌な方は全然大丈夫、私なんかに本名を教えてたまるかって方は全然大丈夫です。よかったら教えてください。こんばんは。そう、話すことに困らないというか、話さなきゃいけないことがありすぎて、何から話そう状態今。こんばんは。12時までやるんか、いや、そんな長くやるつもりはないです。そこまではやんない。花井ポーズ、今日のぬいぬいね、パンちゃん。ちょっと待って、それよりコメント溜まりすぎちゃったから、ちょっと飛ばす。そう、久しぶりすぎてごめんなさい。可愛かった、本当ですか、バクレスありがとう。こちらこそ本当に、でも嬉しい、見つけてくださった方たくさん嬉しい。花井の当たり鳥アクスタ買った、ありがとうございます。私のアクスタ、あれ買ってくださるんですね。花井を見るたびに実感する、花井が一番、嬉しい、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいね。今日めっちゃ暑かったですよね、本当に。いや、そんなこと言えないな、私ずっとエアコンつけてた。今日も家から出てない。2階天空席だった、そうですか。でも結構ペンライトとかはたくさん見えましたよ、黄色黄色もたくさん見つけられた、2階席の方も。1階後方最前確定、そっか、皆さん結構バラバラだったのか。でも結構見つけられたと思うんだけどな、私的には。秋葉区日本一暑かった、そんなに。ロビーにいました。ロビーだけってこと？あ、理解した。待って、ちょっとコメント溜まりすぎちゃうからどうしようかな。ちょっと飛ばしながらいきますね。そう、黄色黄色結構見えましたよね、本当に嬉しかったです。覚えるの大変だった曲は、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。そう、まずざっくり話してから細かく話そう。ざっくりね、ちょっと待ってください、セトリを見ながら話します。ちょっといろんなのが書いてあるのでお見せはできないんですけど、
手元にありましてですね、覚えるの難しかった曲が、覚えるの難しかった曲は、いろんな難しさがあるんです、それぞれ。いろんな難しさがあるけど、あの際は別に、の振り付け。振り付け単体で言ったら、圧倒的あの別。私が今まで経験したというか、踊ってきた曲の中では圧倒的に一番難しかったです。あの別の、特に MV 撮影があって、MV 撮影だと、両手で踊るんですよ、マイク持たないから。これまでは毎回マイクを片手に持ってね、踊るから、ちょっと振りが片手バージョンになってたりして、少し簡単になってるんですけど、MV だから両手で踊らなきゃいけなくて、そう、それがね、めちゃめちゃ難しくて、めっちゃテンポも速いし、めちゃめちゃ細かいし、結構細かく、ここはこっちを見るとかそういうのもあったりとか、めちゃめちゃ可愛い振り付けで、すごい素敵な振り付けをつけていただいたんですけども、すごい難しかったです。めっちゃむずくて、そう、動画をいただいて、まず最初に一部分。動画をいただいて、できる限り覚えて、それ以降教えていただくみたいな感じでいたんですけど、まあ、めちゃめちゃ時間かかってびっくりしました、普通に。いただいて、動画をいただいて、まあ難しくても5時間ぐらいあればいけるかなとか思ってたんですよ。舐めすぎ、私。全然無理だった、普通に。2日ぐらいかかっちゃった。ちゃんと曲で踊れるようになるまで。そう。で、当日あんまり寝れずに行くっていう。ほぼ寝ずに行くっていう。そう、寝ずに行って教えていただいて、で、そう。なんていうの？もともと動画をいただいてないところとか、新たに教えていただいたのとかもあったから、そこもそこでめっちゃ難しくて、もうね、難しくないとこがなかったかも。めっちゃ難しい。あとはですね、立ち位置が難しい曲は渡り鳥ですね。渡り鳥も私は踊ったことがなくて、なんか簡単に手振りぐらいはやったことあったけど、ちゃんとは踊ったことがなくて、振り付け自体はすごい細かい難しいっていうわけではないんですけど、立ち位置の移動が細かくて、それがちょっと難しかったかな。あとはなんだろう、あとエブリデイカチューシャ、エビカツも結構なんか頭になかなか入りにくくて、個人的に難しかったですね。あと君のことが好きだからは、別にそんなに振りがすごい難しいわけではないんですけど、なんかね、立ち位置とかがなんか、そう、なんか、なんだろう、多分私がいろんなのを詰め込んだ最後の方にやったからっていうのもあって、かなり自分の中でも頭の中がもうキャパギリギリの状態でやったから、なんかすごいそこまで難しいわけではないのに、他の曲に比べるとね、なのになんかいくらやってもとにかく立ち位置に入れなくて、振りも頭に入んなくて、
苦労しましたね。なんかもうに苦手意識ができちゃって、すごいなんかそう苦手意識がついちゃうと、難しい曲じゃなくてもかなりなんていうんだろう、毎回踊るたびに緊張して大変だったとかかな。そうだね。あとは普通にあのパンプスとかサンダルとかで踊ったことがなくて、そう普通に今まで踊れてたのがちょっとふらついちゃったりとかしちゃって、そういう反省点が多かったかな。サイン入りの無写真30分前に申し込みました。嬉しい、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとあの全然進んでないんで、ちょっとゆっくり飛ばしながら見ますね。レンズ越しに見てました。あ、待って、1枚なんか私の写真あげてくださってましたよね。見ました、ありがとうございます。オンライン行きます。あ、そうオンライン9枚目オンライン初めてか、今週末が。たくさんお話ししましょう。そうリハがね結構大変だったそうかなり大変でした。いつもの3倍のスピードで動いてたコンサート。え、いつもそんなノロノロしてる？仲間が花江ちゃん頑張ってた言ってたよ。うん、ファンの方の他の方が言ってくださってたってことかな。3期の誰かがってことかな。え、でも嬉しい。8月扱いに行きます。花オンリーカチューシャ、本当ですか？カエルついてないの？え、でも嬉しい。8月20日も確か新潟の岡間だった気がする。お待ちしてます。あ、正義の味方じゃないヒーローも踊らせていただいたんですけど、そうちょっとね皆さんにね一箇所すごい聞きたいことがあって、私の歌割りが誰かが一人でも誰かが一人でもそっぽ向いてたらそっぽ向いてたらっていうところを、私とハルチュンで、ハルチュンが先に歌う、私が後に歌うで歌ってたんですけど、私が追っかけの方で、誰かが一人でも追っかけ私の声聞こえましたかっていうのをすごい聞きたい。私がそうまだねその配信の映像とか見れてないからわかんないんだけど、なんか歌ってたけど声がん？あれ？あんま聞こえないかもと思って後から聞いてみたら、その全然私の声聞こえなかったってことか、あんまりそのみんなねそれぞれあの出番があるからそんなに真剣に聞いてたわけじゃないけど、流しで聞いてたけど、え、あんまり全然気づかなかったよってことかいろいろいたからわかんないんだけど、私がねマイクを離しちゃってて声が入ってなかったのか、あのマイクのなんか問題だったのかわかんないんだけど、私誰かが一人でものところ声入ってなかったかもしれなくて、それを終わってから気づいて、そう、え、全然聞こえなかったよっていう子がいて気づいて、ちょっとやばいってなったんだけど、どうでした？そっぽ向いてたら全然聞こえたらしいんだけど、そう、そう、私がマイクを離してしまっていたのか声が小さかったのか、マイク系の何かトラブル系だったのかわかんないんだけどね、そう、ずっと気がかりなの。生誕グッズ販売開始直後にポチッと、嬉しい、ありがとうございます。オフラインにゃんつけるの最初2回くらい途中忘れて話、そう、花にゃんはねにゃんつけ忘れちゃうことがあるんです、ごめんなさい。にゃんつけてって言ってください。生写真予約した、ありがとうございます。こんばんは。そうですね、伸びしろがあると考えてちょっと頑張ります。こんばんは。ちゃんとフォローしてました。フォロー外さないでください。ナイポーズ、周りが見れるようになった。いやでもなんかちょっと
最近よく感じるようになったのが、なんか結構自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃうと周りが見えなすぎちゃって、一応耳には入って、周りから何か言われてるのが耳から入ってても、なんかそれが聞こえてるように周りから見えてなかったりとか、なんかあんまり周りが見えてないっていうのに最近気づいたので、それがちょっと今課題なんですけど、でもそう、踊ってる時にファンの皆さんを、来てくださってる皆さんを見たりとかは前よりはできるようになったけど、普通に日常的に周りのことをもうよく見るのはちょっと今の問題点、自分の楽しそうに踊って歌ってる姿が見れれば幸せ。本当ですか？ちょっと待って、コメント溜まっちゃうな、ごめんなさい。生地震頼んだ、嬉しい。癒しの時間、本当ですか？手振ってくれてありがとう。こちらこそ。そう、衣装もね、たくさん可愛い衣装着させていただけて嬉しかった。テレビでドキュメント流れてた？何のだ？お披露目の？かな？11月23のオフライン4期の4期生のグループおしゃべり会やるかもね。絶対ないと思う。早くない？だって3期の一番最初のおしゃべり会は8月後半だったと思うから、確か8月の終わりぐらいだったから、4月の真ん中ぐらいに審査終わって、4ヶ月半後とかだと思うから、8月終わりに、まあ、4期生が決まったとして、90、11、12、絶対あっても1月とかだと思います。11月にいきなりもうやったら早すぎる。そんなことは絶対ない。まずおしゃべり会の前にお披露目はあるし、お披露目の前に写真とかメンバー紹介はあると思うし、わかんないけどね、3期と同じだったら。そう、それの準備とか、活動始まるまでもそれぞれその学校の転校とかの準備とか引っ越しとかあるから、そんなね、早くないと思います。そんなに4期生に会いたいんですね、皆さん。そう、お披露目はツアーの初日だったのかな、です。タン推し頑張る。タン推しでいてください、嬉しいです。こんばんは、この子パンちゃんです。そう、スマホのね、容量なくて大変なんですよ。笑顔のなさいてありがとうございます。あ、絶望などで見れくて、やってみたいと言っていた絶望などでを見れて眠くて涙しました。ちょっと待って、絶望のねお話めっちゃしたいの。絶望などでのお話めっちゃしたいんだけど、その前に正義のさコメントをさ見たいんだけど、そこまで追いつかない。追いつかない。そう、ニコ生さんは確か9月4日までだった気がします。ちょっと待って、絶望のやつで話します。その前に、ちょっと、ごめんなさい、もうね、コメント溜まりすぎ。何回も泣いてる。私もそう、リハで号泣ってことじゃないけど、リハで結構泣いて、本番はだから大丈夫だなって思ってたのに、リハで聞いてたところは大丈夫だったけど、その、本番しかお話しされない。みんな上がってから、そのお手紙とかじゃなくっていうところを聞くと泣いてしまった。生誕ティー申し込み忘れるとこだった。あ、申し込んでくださったってことか。ありがとうございます。卒コン見てる。
たくさん見てください。ゲンちゃん、ナイさんしか見てなくて配信でみんなのこと見ました。嬉しい。花火は全く見れてないです。あの別めっちゃいい曲です。掃除の方々もね来られてね、ちょっと待って、ごめんなさい、もうねちょっとコメント溜まりすぎちゃった、やばい。ずっと探してくださったとか、黄色8本振ったとか嬉しい。メールだった、嬉しい。うん、メールだったよね、今なんかあったけど、メールだ、ありがとうございます。サインの申し込みはここに書いてある通り8月9日です。あ、そうです、あのタイプ A と B で違うのは写真が違うってことだと思います。でね、どっかに書いてあった多分さっき申し込みました、嬉しい。ついにモバメ変身するよ、来そう。お、待ってます。申し込んだ、嬉しい、ありがとうございます。そう、ぜひよかったら、ちょっと待って、ごめん、コメント溜まりすぎてさ、結構前のこと話してる。ちょっとコメント飛ばしてます、ごめんなさい。そう、瀬戸里はね、さすがにね、全部で何曲あったの？昼が 28? 夜が29あったので、全曲は覚えられないです。瀬戸里は。順番は普通に紙見ないと。空き枠39だ、暑すぎる、それは。そう、あの別はね、めちゃめちゃむずかった。ほんとにびっくりしちゃったI love you だけ覚えたけど振り早い。 I love you はちょっと待って、映んない、あのちょっと画面が狭すぎて映んないんだけど、愛でここでぶつけて愛なんだけど、わー画面見れちゃった。愛でここでちょっとお尻も回す。愛、ラブは L です。 L で頭の上 L で足も L に曲げて、ブで V で足もクロス VU はちょっと前のめりで、ここで U です。I love you だけでめちゃめちゃ細かいんですよ。ちょっとコメント黙りすぎちゃって、ちょっと全部読めなくてほんとごめんなさい。ちょっと読み上げてないけど、あの目で読んでます。あれ、正義のとこに追いつかないんだけど、どこだ。聞こえた、ほんとですか。僕は聞こえた。聞こえたかな。わかんない、もう。聞こえてたと信じるしかない。途中で何なんだこれは。途中でなんとかって感じたところはありました。なんだろう。そう、入ってたけど逆に音が小さ、音量が小さすぎたか、私の声が小さすぎたか、マイクが私のことだから何したかも分かんないんですよ。マイクが例えばここじゃなくてさ、ちょっと離れてたとかもありえるし、分かんないんだよね、もう。
信じるしかないもん。配信見るの怖いな。そう、そこのおかげ私一人だからさ、もし声入ってなかったらさ、やばいじゃん。でも本当に私がマイクを離してたとかだったら本当に申し訳ない、ごめんなさい。生写真申し込んだ、嬉しい、ありがとうございます。そう、3期のグループおしゃべり会8月ですよね。そう、絶対ね、11月でグループおしゃべり会4期生しますとか言われたらちょっと早すぎてびっくりしちゃう。その前にお披露目もやるってことだし、そんな早くに進まない。4期流れない、信じます、信じてる。メールの指本名送った、お、読みますね。弾かれないと思うけどな。でもそう、ちょっとね、7月後半から忙しくてメールの返信がちょっと溜めて読んじゃう感じになってたから、ちょっとまとめて読みます。でもどこまでだっけ、7月30、31、8月、でもそう、ちょっとね、読んだ時にザーって急いで読んじゃったからもう一回読み直す。4期生眼中にない、本当ですか。生写真予約しました、9月の話から行きます、嬉しい。9月か、おしゃべり会20歳入って初めてのかな。こんばんは、4期生に早く会いたい理由ができてしまって、なんでなんでそんなに、なんでそんな皆さん4期生の方とそんな流れる気満々なの、悲しいんだけど本当に。生写真聖地巡り持ってく、嬉しい、ありがとうございます。何のお話なんだろう。そういう期生のね、 OG の方々はなんか一方的に見させていただいてた方ばっかりだったから、つぐみさんの卒業公演の時にもお会いできた方は結構いたんだけど、その時お会いしただけだったから、まさか一緒にステージに立つ日が来るとは思ってなかったので、本当に貴重な経験をさせていただけて、あ、そう、絶望の話したい。そう、ね、OG の方はお時間なくてどなたともお話できてないんですよね。そう、ちょっとね、結構コンサートの日バタバタで、写真も全然ツーショットは全然撮れ、なんか3期みんなで撮ったわ、3期みんなでまちょっと撮れて、あと3期一部でも撮れたけど、ツーショットはスモちゃんしか撮れてないし、本当にね、結構バタバタで写真が撮れなかった。あ、でもリカさんは撮れました。でも他の先輩方撮って撮れたかな。撮れてたとしてもバタバタしてる中だったから覚えてない。私のスマホにはなかった。でもそう、まさかね、萌香さんが来てくださるとはっ
ていうのはめっちゃびっくりしました。メールの返信ツイッターでした方がいい？どっちでも大丈夫です。どっちでも、でもなんだろう、ツイッターだとみんなから見えちゃうから、それがちょっとって方は全然普通に返信メールでもいいし。あ、待って、10時59分なんだけど、ごめんなさい、ちょっと待って、メール、あの今日サマーコンサート丸1送る予定だったんだけど送れないや明日送ります、ごめんなさい。あ、気づいたらもう時間がこんな時間だった。そう、 OG の方はね、そう、一方的にリハの時に見たりとか、ちょっと通路でお見かけしてご挨拶というか、ちょっと離れたところからご挨拶ぐらい時間できてない。サイン入り写真申し込んだ、嬉しい、ありがとうございます。そう、 A と B どちらも要チェックです。あ、空き箱なんだごめんなさい、空き箱だと思ってた。なんか秋葉っていう地名の方が多いじゃないですか、ごめんなさい、だから勝手に秋葉だと思い込んでた。 A と B と後付けの生写真が違うだけじゃない？あ、そうなの？え、ごめんなさい、わかんないや。え、ちょっと待って、そうなの？ちょっと待って、本当に余計なこと言えない。何かが違うらしいです、タイプ A と B で。サインを書く生写真も違うのかどうかちょっとわかんない。ちょっともう、ちょっと待って、違う情報を流せない、ごめんなさい、わかんない。え、サインを書く生写真は一緒なのかな。え、ちょっと待って、あの詳しくちゃんとあの文章を一語一句読んで覚えてる方教えてください。5枚申し込みました、嬉しい。土曜日のコンサートはナイちゃん目の前にいたからシナモン持ってればよかった。え、そう、あ、シナモンいないんだと思っちゃった小籔さんと、あ、そう、小籔さんはね MV の時にお会いしてご挨拶だけですね。よろしくお願いします、挨拶と、それそうじゃない時間にたまたま座られてるところ私が通ったので、その時に挨拶だけしかできてないです。でもそう、 TikTok はね私のも上がると思うけど、本当にいろいろなことがありまして、私の顔が死にすぎているので本当に顔は見ないでほしいありえないぐらいむくんでるし、目は開いてないと思う。そう、あのはるちゃんのショールーム配信に遊びに行ったら、なんかすっぴんかなみたいな思われた時、メイクさんにメイクをしてもらってるような、いつも以上にしっかりメイクなのに、あの顔の状態が悪すぎてすっぴんかすっぴんに近いと勝手に勘違いをされた、あの日マスクをしてたけど目元だけでもそう勘違いされたあの日です。あのだからめちゃめちゃあの私の顔はの調子はめっちゃ悪いです。でもとにかく MV はリカさんが可愛すぎるから、リカさんをたくさん見てください。何百回も200回見てください。大滝さんが3期のみんなとも踊れて嬉しかったんで、ありがとうございます。アイニャさんはねお話できなかった。いや、でもその OG の方はそう、皆さんお話できてないです。でもそう、つぐみさんの卒業公演の時にお話できたんだけど、ちょっとねどなたともお話できなかった。でも一方的にでもあのお見かけすることができただけで嬉しかったです。皆さん今日のねパンちゃん4期生は遠くから、そうですね、遠くからそっとで花江のことは一番だから嬉しい。ずっとずっとが大事、嬉しい。4期生に挨拶だけ、挨拶はそう、挨拶1分以内だから、
サイン書きする前にまた本名の返信何の話、あ、します、そうしますね。そう、今日8月7日だからさ、花の日ですねっていうのもさ、サマーコンサートの頭のあの、なんとかなんとかです、汚いですの一番最初に書こうと思ってたの、途中までっていうか、なんなら書いてあるんだけど送れないや、明日になって送る流れないって絶対流れるじゃん。応援してた子が三次審査に進みました。あら、それおめでとうございます。応援してた、ショールームのあれって、そっか、三次に行けるんだっけ。あんまり、あの、仕組みが分かってなくて11、13、2時おしゃべり会、あ、よろしくお願いします。たくさんお話ししましょう。11日、そう、オフライン、確か長岡だった気がする。初めまして、長岡。長岡行くの初めてじゃないけど、おしゃべり会だと初めてですよね。あのマックス、そう、絶対もう超レア。あんなに揃うことは今後あるのだろうかっていうぐらい超レアですね。花優先、え、ありがとうございます。どうしよう、コメント固まりすぎちゃった。そう、私もそう、そのなんていうんだ、袖でイカさんの挨拶とか聞いてたんですけど、途中で泣きすぎちゃうと一応私も出る立場だからやばいなと思って、こうティッシュを取りに行ったりとかしてると見れなかったから、配信でじっくり見直したいです。そう、メールもね、チャットも、そう、メールでサマーコンサート、チャットでリカさんの卒業コンサートのことをそれぞれ何回かに分けて送ります。衣装ごとに写真を、あの別、マックス撮れてないかも。あの別の衣装とマックス以外は撮れたから、あの別の衣装はコンサートの時は撮れてないけど MV 撮影の時に撮れた写真があるから、とかの写真をそれぞれ送るので何回かに分けて送ります。サインに申し込んだ、ありがとうございます。ちょっと待って、そのさ、生写真のこれのタイプ AB が違うっていうのはさ、どうなんだろう、ちょっとごめんなさい。でもわざわざさ、タイプ A と B があったじゃないですか、今回。で、なんか違いますよっていうさ、何かが違うとは書いてあったの。でも、それの何が違うのかがちょっと微妙。今までと一緒ではない気がする。今までもタイプ AB って選べたんですか？今回はタイプ A と B が選べるんですよね。だからその、そっか、中の封入生受信。何が変わるんだろう。ちょっと変なこと言えない。ちょっと間違った情報流してたら本当に申し訳ない。すいません、よく説明文を読みください。すいません、私が流してる情報が違う可能性があります。どうやったら内緒の生写真がいただけるんですか。あの際別にのに、私の生写真に私が直筆で皆さんのお名前とサインを書いた
ものを付けさせていただく特別版が8月9日まで申し込めるんです。ぜひ NGT の公式サイト見ればわかると思うので、ぜひ見てみてください。初回特典の写真のこと、ちょっともうわかんない、ちょっともうごめんなさい。秋葉という地名、新潟市秋葉という地名はある。でも旧新津市は秋葉区。うわー難しい、わからんすいません、まだまだ新潟勉強不足です。今度公園に入るときにシナモン持ってきます。シナモンの新しいぬいぐるみも届いたを見るの楽しみにしてます。そう、あのマスクの日本当にめちゃめちゃ顔が死にすぎてて、本当にね、だからね、多分上がるであろう TikTok の動画の私の顔は見ないでほしい、ダンスだけ見てほしい。睡眠不足での顔のあれじゃない、あのね、睡眠不足もう過度になると顔はあれだけど、でも寝てないってことは逆に良かったりもするから、そういうのではなく、普通にいろんなことがあって、いろいろなことがあった上でのあれだったからちょっと察してください、お願いします。バズーカ、そう、リカさんがねバズーカ撃たれたと思うんだけど、どなたが手に入れたのかな。 TikTok、 補正なさそう。あっても私の顔本当に死んじゃってる。ちょっと待って、話がなんかさ、いろんな話があって行ったり来たりしちゃったからごめんなさい、もう訳わかんなくなってきたけどとりあえず、そう、今フォロワーさん3000人を目指してるのでフォローよろしくお願いしますっていうのと、コメントはちょっと飛ばしながら行きます、溜まりすぎちゃうから。そう、コンサートの日、お誕生日おめでとうございます。コンサート、そう、カイリさんも誕生日だった。8月7日、花江ちゃんの日でもただ花なだけじゃんって言われそうで、私の日というほど言って大丈夫かな。名探偵コナンは、やっぱり新一ですね、工藤新一。そう、コナン好きなんですよね。11日おしゃべり会楽しみにしてます。ユーズセンターのおしゃべり会楽しかった。ありがとうございます。そう、リカさんからねメッセージカードと一人ずつねアイシャドウをくださって、めちゃめちゃしっかりした大きいアイシャドウをいただいて、こんなに一人ずつくださっていいのみたいな、本当に、なんか、宝物です。あと、うさぎ T シャツもいただけたし、鏡とキーホルダーもいただけたし、うさぎの。そう、全部宝物。前もタイプ A と B は選べた。そうなの、ごめんなさい、ちょっと待って、私すっごい誤情報流したかもしれない、本当にごめんなさい、皆さんすいません、私の話ではなくちゃんとサイトの文章を読んでみてください。もう
本当にごめんなさい。生きてる顔しか見たことない。塩ビどちらんでもサインする写真は変わらなそう。待って、超誤情報流しちゃった。本当にごめんなさい。もうごめんなさい。本当にサイトの方が正しいです。私は、が間違ってますので、サイトの方ご確認ください。ごめんなさい。本当に。シングル役受注してきた。ありがとうございます。これ見て注文した。ありがとうございます。まとめて B で買った。でも、ありがとうございます。工藤新一のぬいぐるみあるんですか？見たい。楽しみにしてます。生写真申し込む。ありがとうございます。あ、待って、絶望の後での話してない。それの話もしたい。アイシャドウね、ちょっと遠くにあるんです、今。ごめんなさい。今度お見せしますね。よいしょ。すいません。ちょっとご情報流してしまったので、周りの方で、配信も見てなくて、さっき見てて勘違いされてる方がいたらすいません。訂正しておいてください。本名覚えてもらえるように頑張る。覚えました、私。そう、ずっとおしゃべり会で本名で話してる方は覚えてます。でもほとんどの方本名じゃないから、そう、ぜひ返信メールで。一回だと、なんかちょっと前にあったのが、送っていただいたって言ってたんだけど、いくら探しても見つかんない時があったから、一回じゃなくて何度も送っていただけると嬉しいです。一回だと、そう、何かの手違いか、私のミスかで見過ごしちゃうとか、があるので、お願いします。何枚あっても大丈夫。優しい、ありがとうございます。すいません、本当にもう、勘違いしてる方がいたら、また鼻がバカやってたよ、違うよって言いたいでください。ごめんなさい。本当にごめんなさい。わざとじゃないんです。グルーブおしゃべり会でしか話したことないから、コナンの話したい。ぜひお話しましょう。ちょっと待って、喉が。同封写真？あ、普通の、ちょっと待って、 CD の CD がここにあるわ。ほら見て、実物。イエイ。これの中に入ってる同封のやつが違うけど、サインする写真は一種類。ごめんなさい、超ご情報流してる私。でも見て、ジャケ写改めてめちゃめちゃ可愛くないですか？すごい素敵です。そしてリカさんが可愛すぎる。私も私もちょっとここにいます。裏にもいます。本当にもう皆さん、私の流してしまったご情報を間違えて、それを信じてしまった方がいたら訂正お願いします。コンサートのないちゃんかわいい。よかった、ありがとうございます。そう、本名は渡り鳥の時に教えてくださった方も、すいません、もう一回送っていただきたいです。すいません、そこまでね、振り返れるかが微妙なのと、そう、渡り鳥の時に教えていただいたはずなんだけど、送ったよって言ってくださった方とかでも、なんかね、なんかいくら探しても見つかんない方とかがいて、
そう、私の探しミスなのか、なんかの不具合で表示されてないのかわからないんだけど、なので何回でも送っていただきたいです。一回送ったことある方も送っていただきたいです。お願いします。あ、そうですね、私がそのよかったら本名教えてくださいっていうアナウンスを送りますね。そう、喋り会は何でも、もうコンサートのことも話せるし、あの別のことも話せるし、もうたくさん話すことあるので、たくさん話しましょう。11日も13日も20日も26もあったっけ。めっちゃ話せるからたくさん話しましょう。そう、メールね、ほとんど基本は届くんですけど、なんでかわかんないけど、なんかあれないなっていう時がたまにあるので、あの、何回でも送っていただきたいです。お願いします。23列目でマナエちゃん可愛く見れた。優しい、ありがとうございます。コンサートの代わりにめっちゃ可愛く言ってきた、ナエちゃんだって話してる女の豪太さんいた。嬉しい。女の方のあのファンの方、あんまりまだそんなに多くないのですごく嬉しいです。そう、メールはその皆さんが取られてるニックネームは表示基本されます。でもそう、本名は出ないので、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。これはね、なんとなくお話つけてみた。でも確かにキャラクターはまだあのオリジナルのないので考えてみようかな。毎回本名書いちゃうもありですよ。リス届いてた、よかった、嬉しい。こちらこそ嬉しいです。こんばんは。そう、忘れる前に話し方かった絶望などでの話をしよう。そう、あのね、絶望の後でサマーコンサートの昼の方のアンコールで披露させていただいたんですけど、そう、あの普通に曲自体が私すごい好きで、すごい表現力が求められる振り付けだから難しいだろうな。でもあのパフォーマンスしてみたいなって思ってたので、パフォーマンスできたことも嬉しかったんですけど、でも結構あの表現力は本当にまだまだないし、結構早くて難しいところ、タララタタ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 、あのちょっと待って、あの全然映んないけど、なんかめっちゃ早く手を動かすところとか、まだまだちゃんとできてないところがあって、そういう反省点もあるんですけど、踊れてあのパフォーマンスできて嬉しかったのと、あと他の曲よりも少しだけ皆さんから見つけていただきやすい位置にあの絶望の後では置いていただいて、そうだからすごい嬉しくて、すごいずっとパフォーマンスしたかった曲で、少しだけ見つけていただきやすい位置だったから、結構自分の中でもすごい一番なんだろう、感情を込められた曲でもあったりとかしたから、そう、皆さんの感想をちょっと SNS とかで見てて、絶望の後で私の良かったよって言ってくださる方が何人かいて、そう、すごい嬉しかったです。なんかそう、絶望の後での私のパフォーマンスがなんかいろんな曲がある中で、たくさんの曲を披露させていただいた中で、その曲でって言ってくださる方が
何人もいたのがすごい嬉しかったです。本当に今すごいなんかもっとダンスが上手くなってからまたパフォーマンスしたいです。絶望の後で表示されてるって言っても結構あの皆さんがメールで登録されてるのが出るから結構なんだろう、皆さんがショールームとか SNS とかで使われてるのと違うニックネームの方もいるから、ニックネームは普通に書いていただいた方が分かりやすいかもしれないです。そうなんかね、メール用のあのニックネームが全然違う方も結構いるので、でも振りはすごい好きな曲だったし、絶望の後これは入りました。結構難しいけどパフォーマンスできてよかった。そうですね、私がそう本名とニックネームぜひ送ってくださいって言ったメールでも、あのもう送ったことある方もそこで送っていただけるとあの見過ごしにくいかなと思います。こんばんは。本名そんなに知りたいですか？いや、本名は別に、あの、嫌な方は全然大丈夫です。もし教えてもいいよ。生写真で、そのコメントを、本名だけだと、この方だ、わからりにくいので、コメントも、その、なんだろうな、コメントも皆さんに書くんですけど、この方だって分かると嬉しいので、もしよかったら教えていただけたら嬉しいです。あとそう、本名教えてくださいって言った時に、渡り鳥の時かな、なんか一部分教えてくださった方がいてあのちょっと詳しくは覚えてないんですけど、何人かいて、名字だけとか名前だけとかがいて、本当に申し訳ないですけど、それだとお名前が同じ方と同じ名字の方とかがいると、どっちかわからない場合に対応ができないので、できればフルで教えていただけると嬉しいですね。本名はカタカナでも漢字でも大丈夫です。でも漢字で読み方がちょっと難しくてわからないこともあるので、カタカナがいいかな。絶望の後でもかった、本当ですか？頑張ってたの伝わってきた。嬉しい。どのポジションでもずっと見てました。嬉しい、ありがとうございます。配信でも映ってた、よかった。そう、ぜひ配信何回も見てみてください。インスタグラムで本名を募集されてるんですね。私たちまだ SNS がないので始めたいですね、 SNS。 そう、生誕祭のグッズも SNS でこう皆さんに知っていただきたくて、でもメールとかチャットを見てる方じゃないとお伝えできないのが難しかった。セルフ花押しカメラでした。本当ですか？亀戸席だったのかな。
ぜひ写真あったら教えていただきたいです。ダンス上達した、嬉しい。そう、 SNS やりたいな。はじめまして、ありがとうございます、来てくださって。ぜひフォロワーさん3000人を目指してるのでフォローお願いします。こんばんは。表情が真剣なのが好き。あ、確かに絶望の後での表情って他の曲だとしないかも。しない、確かに表情も見どころですね。すべてのニックネーム同じ。お、わかりやすい、ありがとうございます。コンサートの帰り、地元の JR 動いてなくて帰宅難民でした。あー、そうですよね。私は普通に今新潟にいるけど、普通にスマホのネットニュースとかテレビとかでも JR とか、あと一部の新幹線もそういう、そう、トラブルだったりとか、あとは今ちょっと台風来てるので台風関係だったりとかで止まったりしてるとこ多くて。そうですよね。こんばんは。笑顔のなさいってありがとうございます。本名とニックネーム一緒。あ、そうなんですね。ぜひ、そう、一緒だよって方もフルで教えていただけると嬉しいです。なんかね、そう、同じお名前の方がいてどっちか分かんなくて渡り鳥の時に困ってしまったので、どっちだこれはってなっちゃったので、ぜひよかったらお待ちしてます。花井に本名呼ばれるとめっちゃ嬉しい。え、本当ですか。よかった。直筆サイン楽しみにしてる。書かせていただきます。何書こうかな。そう、メッセージとかも書けるので書きます。一部そう、お名前の一部とかいろんな方がいるからね。そう、一部だとちょっとね難しいんですよ。ってなっちゃうことがある。あと漢字でどうしても読めない方とか、どっちでも読めるなとかもあるから、フルでカタカナだとありがたいかもしれない。本名教えたい。本当ですか。ぜひ。そう、本名だからちょっと返信メールじゃない誰なんですけど、ぜひ教えていただけると嬉しいです。確かに名字珍しい方とかね多かった気がする、渡り鳥の時。ぜひカタカナでフルだと一番わかりやすいかも。花井ちゃんのダンス好きだよ。ダンスはちょっと下手すぎるのでちょっと練習頑張りますね。ありがとうございます。そう、 SNS あった方がさ絶対さ発信できるし知っていただけるしいいと思うんだけどね。私も思う。そっか、 Twitter って X になったのか。ニュースでやってた。パンちゃんです、今日のぬいぬい。マリナさん保存してる。そうなんですね。あれ、渡り鳥の時も私も残ってるかな、振り返ってみようかな。コンサート会場で見てた。うー、嬉しい、ありがとうございます。本名書きます。お、ありがとうございます。買ってます、すでに。うー、嬉しい。こんばんは。コンサートの後駅、あー、これはちょっとわからん、ごめんなさい。にゃんつけてくれるってこと？メッセージににゃんをつけてほしいってこと？
何かあったらその返信の時に本名と一緒に書いてくださると一番わかりやすいかも。え、いつの間にか本当だ、23時半なんだけど。え、嘘。そっか、いつの間にかめっちゃ時間経ってた、やばい。本当はね、7時から9時ぐらいにやりたかったんだけど、ショールームインストールできたのが9時過ぎてた。やばい。イラスト描いたりもするタイプですか？イラストは基本はメッセージ書いて、イラストがね、私は絵がそんな上手くないので、基本はメッセージを書いて、すごい何枚も買ってくださる方で、メッセージを例えば3枚ぐらいに全部書き尽くして、あとは絵にし、絵を描いてほしいですって方は絵も描いたりするし、そう、たくさんあって、メッセージはもう5枚とかであればもうたくさん描けちゃうので、あとは残り絵にしたりとかいろいろあります。住所まで知られてるアイドルに、それはすごいレアだ。さっきの配信、花井しか最近行ってない。本当ですか？私の配信が久しぶりだったからっていうのもあるけど、嬉しい、ありがとうございます。 MC 好き。お、そう、話すのとか MC も好きなので、そう、 MC とかラジオとか、あと仕切りとか、ラジオのえさこえささんのリーダーとかも挑戦してみたいですね。年賀状が届く、すごすごい。花屋ポーズ。本名ってフルです。名字も書きますね、いつも。名字も名前もカタカナで書くっていうのがルールとしてあるので、それは必須で書かなきゃいけないんですけど、プラスでニックネーム、いつもの皆さんのお名前を書くことができるので、そこで書いてます。イラスト書いてほしいかも。イラストはですね、ぜひイラスト書いてっていうのを本名とともに。そう、あとそう、こういう方でさ、本名の一部分、下の名前だけとか、上の名前プラス下の名前一部がそのニックネーム、ちょっと待ってね、ショールームとかで使ってるのと同じだよって方も、本当にね、そこまでが同じ方がいるんです。その下の数文字が違う方とかもいるから、フルで教えていただけるとすごいありがたいです。本当にね、書こうと思ってたんだけどね、どっちか分かんなくて書けなかったりしたから、渡りの時に、すいません、お願いします。座右の銘、なんだろう、人生一度きり。それにしても可愛いな、優しい。ありがとうございます。メッセージたくさんあると喜ぶ。お、じゃあたくさん書きます。でも私結構皆さん全員たくさん書く、でもたくさん書くけど、特にこの方だって本名教えていただけて、あ、この方だって分かるとさらにたくさん書けるかも。 MC うまい、本当ですか？やった。北さん本名ですか？私そう、喜ぶに多いで本名です。こんばんは。フルネーム送る。う、待ってます、ありがとうございます。買い増しする、嬉しい。笑顔のなさいて、ありがとうございます。花にゃんだよ。花にゃんはね、冬眠中。人生一度きりいただきました。なんかね、どっかのね、公式サイトかなんかにも多分書いてある、人生一度きりと涙の数だけ強くなれるよですね。そう、本名は
必須で書かなきゃいけないんだけど、皆さんの申し込んでくださったお名前カタカナ必須なんだけど、ニックネームも書きます。今日もかわいい、優しい、ありがとうございます。会社隣の部署に漢字3文字目まで一緒、読みも8分の7一緒の人いる。たまに全く同じお名前の方いません？私が小学校の頃に全く同じ名前の方がいて、フルで漢字は違うんだけど、だからカタカナにしたら一緒じゃん、わかんないっていう。だからもしそういう方が今回の生写真でも言ったら本当に申し訳ないです。カタカナしか伝えていただけないので、私たちはぬいぬいのイラストか、イラスト下手なんだけど、もしイラスト描いてほしいって方は本名と一緒に返信メールで教えてください。優先的に書くようにします。そう、メッセージ多めがいいよとか、イラスト多めがいいよとか、ぜひ。人生一度きりって結構いい言葉ですよね。一度きりだなって思ったら悩むことでも思い切れるし、ダラダラしてたらもったいないなとか思えるし、でも死んじゃったら意味ないよなとも思えるし、買い増しするしかないか。本名も嬉しい、嬉しい、やったー、待ってます。真夏でも肌には透明します。笑顔のなさいてありがとうございます。ニックネームはこのまま花江ちゃんです。ショールームのところのにも書いてあるけど、私はそのまま花江ちゃんです。あんまりね、そう、しっくりくるニックネームがなくて花江ちゃんです、そのまま。そう、涙の数だけ強くなれるよう歌詞のところからちょっとイラスト希望、ぜひそれも返信メールに書いてほしいです、お願いします。イラストはね、下手でも許してください、本当にうまくないです。そう、小学校の時に同姓同名の方いたんですよ。裏面って書いていいの？裏面書いたことない気がする。生写真書いたことないって言っても、前回渡り鳥初めてだったんだけど、裏って書けるんだっけ、書いていいんだっけ。3枚追加しました、嬉しい、お任せしました。おお、お任せ難しい。そう、同じ名前の方がいるとね、さすがにちょっと難しいです、判別がちょっとできないかも。イラストは下手な方が正解。イラスト、でもできるだけうまく描きたいです、イラスト得意じゃないけど。裏面か、描けたら描きますね。でもそう、どれくらいのね、書く時間があるかがちょっと今のところわかんないから、時間があったら書きますね、裏も。さすがに1日でとかはないと思うけど、他のスケジュールとかぶってたらちょっと時間ないかも。理想とする愛するぞ、ステージで輝くアイドルさんですね。やっぱりいろんなお仕事あるけど、やっぱりライブとかのステージがアイドルの本職というか一番かなと思うので、やばめっちゃお腹鳴り出してる、ごめんなさい、お腹空いてるんです、聞かなかったことに。でもお腹なんかなんだろう、
かなり悪化してる、音が鳴り始めてるからまずい。でも裏面はそうですね、そんな埋めるほどには書けないかも。ちょっとだけ書けるとしたら一言ぐらいかな。でもそう、あとたくさん買ってくださる方は特に何を書いてほしいって言ってくださるとありがたいかも。メッセージだけだと、まあ3枚、4枚、5枚ぐらいで全部お伝えしたいことは書けちゃうので、表にめっちゃメッセージ書いて写真見えなくなったらそれはそれで面白い。でも写真のちゃんと渡り鳥の時どうしたっけ、でも顔とかは隠れないように書いた気がする。 CD 買ったよ、ありがとうございます。この後何食べますか。でもね、久しぶりにちょっと連続のお休みだからずっと食べれてないものを食べてますね。そう、コンサート終わってちょっとしたプチ打ち上げみたいな、普通にそのまま県民会館でちょっとだけオードブルみたいなのが出て、そこですっごい久しぶりにお肉を食べました。2、3週間ぶりぐらいだと思う。そう、普段私野菜フルーツ果物ん野菜フルーツ果物にしてた、野菜フルーツ魚ご飯しか食べないから、どれぐらいぶりだったんだろう、2、3週間、4週間ぶりぐらい、4週間までいかないか。そう、今ね久しぶりに何でも食べれる期間なので、お菓子も食べてるしいろいろ食べます。漢字教えてもらえない、どうなんだろうね。まだ私の買ってくださった方で渡り鳥の時は全く同じはいなかったからわかんないけど、どうなんだろう。そう、この時間でもねちょっと食べてなさすぎて、今もそうだけどずっとお腹鳴ってるからちょっと聞かなかったことに。裏面にイラスト、裏面って多分真っ白だから余計イラストの下手さが目立っちゃう気がする。メールの返信に裏面希望って書いておきます。ぜひ本名フルネームとともに書いておいていただけると嬉しいです。そう、渡り鳥の時に困ったんです。本当にね、一文字二文字しか変わらない方とかいたから、フルでお願いします。ちゃんと書くって言っても顔とかは避けて見やすい程度にしますよ。それはそう、顔、それはさすがに顔の上には書かん。1枚に1文字書いて、なるほどね。それもありかも。5枚とかで例えばありがとうとか、それもそれでいいですね。短文だったら抜きます。多分たくさん書けると思う。そんなに締め切りがギリギリじゃなければ書けるはず。めっちゃ締め切りがギリだ、ギチギチだったら無理だけど、そんなこと多分ないと思うから、今のところ大丈夫だと思います。確かに魚は魚にとって肉だ。そう、久しぶりのチートデイなんですよ。確かにラッキーアイテム最近送れてないのでまた送りますね。
コンサート前だから食事制限っていうのはないけど、普通に私は普段からお仕事ある日はご飯、魚、野菜、果物しか食べてないので、そう、普段からね健康的なものしか食べてないかも。花江さんが書いてくれるなら何でも嬉しい。優しい、ありがとうございます。やばい、時間がもう、待って、もう49分だって。びっくりしちゃった、二度見しちゃったちょっともう断じ見しよう。仕事戻ります。こちらこそありがとうございました。ちょっとあの予想以上に長くやっちゃったので、もう終わらないとまずいですねコンサートの話はたくさんあるから、まあまた明日以降にちょっとずつ話します。そうだね、全然一部しか話せてない。うん、改めて、うん、まだまだあるな話すこと。そう、ちょっと話したいことはたくさんあるんですけど、ちょっと溜めておきます。やりすぎちゃうからまた今度にする。話しきれん。今日のぬいにパンちゃんです。2時間、嘘、そんな配信してなくない？嘘、え、待って、そんな配信するつもりなかったんだけどあ、今来たばっかり、すいません、もう終わっちゃうわ。よし、癒しの時間だったかな。嬉しい、ありがとうございます。10枚買いました。うん、そう、こちらのお名前とサインを直筆で書かせていただくこちらが9日までなので、ぜひお待ちしてます。1枚1枚書かせていただきます。ということで壇上読みをします。明日も配信できたら、できたらします。絶対するとは言わない。あのね、そう、配信本当は昨日もしたかったんだけど、ショールーム全然インストールできないしということもトラブルもあるので 100% とは言わないんですけど、できればします。ということで壇上ミュージオ、待って、いつもどうやって読んでたっけ。あ、1位から読んでた、いつも読みます。1位、フォロワーさん5000人目指してます。フォローお願いします。ケンチさんだ。あ、ちょっと待ってね、あれ、ちょっと待って、画面が戻んない、ちょっと待って、戻んない。よし、戻った。ケンチさん、ありがとうございます。パンちゃんにしよう。ありがとうございます。2位、赤シャチさん、ありがとうございます。どうしようかな、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、いいものがあるじゃないか。よいしょ。あの別があるぞ。イエイ。ありがとうございます。2位、花花さん。花石か、嬉しい。ありがとうございます。くま。ちょっと待って、画面がさ、戻んないんだよね、お名前のところを押してから。なんで？戻んない。ちょっとお腹鳴り始めちゃった。ちょっと聞かなかったのに。クマ、ありがとうございます。4位、かずみねさん、ありがとうございます。どうしようかな、花ポーズ。5位、きみとさん、ありがとうございます。シャキーン。6位、ライスちゃん、花だけ、嬉しい。ちょっと待って、ちょっと閉じない、画面が戻んない、なんで。よし、どうしよう、ハートにしよう。
ありがとうございます。7位ファントムさん、花江ちゃん大好き、夏も激推しキャンペーン中さん、やった、ありがとうございます。あと何があるかな、ビハート、ありがとうございます。8位、コミニストさん、ありがとうございます。いつも噛んじゃってごめんなさい。あ、鼻の音になってる、ありがとうございます。やった、ちょっと待ってね、画面が戻んないのよ。よし、あと何があるんだろう。いつも何してたっけ、忘れちゃった。あ、ちら、ありがとうございます。9位、パンダの帝王さん、ありがとうございます。どうしようかな、どうしようかな、めっちゃお腹空いた、やばい、お腹またなりそう。どうしよう、何があったっけ、いつも、あ、ダサンポーズ、10位、フロゴルファーさん、ありがとうございます。ピース、11位、タッツンさん、ありがとうございます。どうしよう、あと、あ、いいポーズがあるではないですか。ちょっと待って、映んないな。あの別の MV というか振り付けにあるリカさんの R を手で作るポーズなんですけど、ちょっとくっつけるポーズだと映らないので、ほっぺの横にも振り付けの中で移動するのでそっちにします。12位、ウルグスさん、ありがとうございます。どうしよう、どうしようかな、あと何やったっけ、頭が働かない。今日全然頭使ってないから頭が働かない。何があったっけ、あ、真夏のサウンズグッド、グッド、ありがとうございます。13位、サンソンさん、ありがとうございます。よいしょ、あー待って、また画面が戻んないよ。よし、あとなんだろう、なんだろう、わかんない、もう。あ、花だから、花絵ポーズではなくお花のポーズもやっておこう。ありがとうございます。全員読めたかな、13位まで読めたっぽいね。13位までには入らなかった方も、来てくださった皆さん、1402人の皆さん、ありがとうございます。フォローしてくださった方、コメント、ギフト、なんだツイッターシェアとか拡散してくださった方、ありがとうございました。ちょっとめっちゃお腹鳴ってるのはちょっと忘れてください、お願いします。また配信するので、またコンサートのお話の続きをさせてください。よいしょ、今日もおやすみな、今日もおやすみなさいじゃないよ、今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。あ、そう、最後にぜひフォローお願いします。3000人を目指してます。あと23人だった開始時点で、よろしくお願いします。おやすみ。